お、パペットペッパーとジョーパペットペッパーゲット。パペットペッパー。なんか早口言葉で使えそう。お、クルミンとミラさんが。ミラの好きな人って誰？言えないよ。じゃあ別にいいや。本当は聞いてほしいのにね。あっさりしすぎてて。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、そして。違う違う違う。はい、料理をお任せで。お、あ、違う。私がダメだった。全員いけたと思ったのに。ダメか。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。一つ目の槍をください。でもまあ割合的に上名がクッキーか、ペア旅行券 S クラスかって感じかな。どうや。あ、これまさか、あ、大丈夫か。HP バナナ一本に行くかと思った。まさかの。上名がクッキーゲット。でも美味しそうよね、普通に。色味的にどうなんかっていう感じはするけど。はい、そしてお小遣い。もう誰も欲しがってない。意外。じゃあ出発しますか。やっぱりこの、何、鬼の翼？ミラさんの。は、赤やったらちょっと怖い感じになるけど、ピンクになるとなんかおしゃれな感じに見えるよね。宝箱。開けに行きます。待ってるよ、宝箱。やる気満々。ほどほどにね。まあね。はい、開けよう。1500ゴールドゲットを結構いいやん。結構いいじゃないですか。目が覚めてきた。何、寝てたの？大丈夫？羨ましい。ってことはリミちゃんはまだ寝てるんだね。ゲーム券を3枚ゲット。お、これはまだまだあるんじゃないの？宝物。戦うの嫌だな。我慢しよう。頑張ろう。あー、落とし穴。ひゃー。リミね。落とし穴だ。大丈夫？ミラさん震えすぎ。大丈夫。先に行ってて。わかったよ。リミネが仲間から抜けた。なんてこったい。やでやで会おうねー。あ、頼りになる魔法使いが。魔法使いが離脱してしまった。でももうすぐに着きそうな感じするけどね。あー、そしてまさかの仲間が一人減ってからの敵という。頑張って、3人でも頑張って。まあ、あっという間にやっつけれるとは思うけどね。いやー、私のお尻多分もう超ボロボロやわ。いけ。お、HP バナナを頬張る。体力が限界やったよね、今。危ない、危ない。いけ、バグクラッシュ。よし。間抜けな顔をしてるな。頑張った。頑張ったよ。コブラのフライ。さあ、もうあっという間につくでしょう。あ、上、まさかの上。横に行くかと思った。お、でっかい宝箱。魅惑の翼が入っていた。これいい。これかわいいやつ。はい、ミラがもらった。じゃ、これで、もうちょっとこうね、色のわかる場所に追ってほしいかった。色のわかる場所で見たかった。薄いピンクもかわいいんやけど、黒もかわいいよね。紫はちょっと小悪魔な感じ。まあ、小悪魔やけど、するし、薄いピンクでいこうか。女子力。完璧なる女子力。あれやね。もう小悪魔な JK やね。お、リミちゃんちゃんと合流したね。よかったよかった。お、そして二人が、トレーニング中ですか？日々の鍛錬が、世界を救う、トレーニングだ。うおー、やっぱり薄いピンクかわいい。お、好きレベルアップ。
いいぞいいぞ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？まあね、精神面で支えるっていうのも大事。はい、そして料理をお任せで。さあ今回こそ、お、全員 OK。 やったね。やっぱりみんな美味しく食事をしたいもんね。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。ボロボロの猫はかわいそう。ボロボロの猫かわいそうやけど、あ、これはなんかゲットしそうな感じが。お、違った。フェアロ貢献 B クラス。はい、それじゃこれを、はい、またまた、それじゃバカンスへレッツゴー。いや、自分へのご褒美をちょっと与えすぎちゃってるな。ね、まさかのもう一回やった。二人は旅行を楽しんだ。ちょっと疲れたね。でもよかった。二人が楽しんでいるのなら何よりだ。はい、それじゃあお小遣いは、お、ウールの猫。よし、来い。なぜ HP バナナ？ HP バナナはいっぱいあるんだよ。それならまだ MP 飴の方が。まだ MP 飴の方がないんだよ。はい、それじゃあ出発しましょう。決定。料理を食べさせて MP をプラス10以上にしよう。達成。さあ、ちょっと戻りまして、で次はこっちに行こう。はっ、雲像がいなくなっている。もう役目は果たしたよっていう感じ。幽霊やん。気を引き締めよう。機嫌いいな。もう機嫌いいの？誰？レミちゃんかな。さあ行け。蹴散らないでよ。めっちゃやる気なさそう。劇薬フラスコ。途中まで超やる気なさげやったのに最後だけやる気を出すっていう。お、いいぞいいぞいいぞ。やっぱ全体攻撃をできる人たちがいっぱい寄ってくれたら、いっぱい寄ってくれた分めっちゃ楽になるよね。お、レベルアップ。ヒエロトウソと岩石チョコ。岩石チョコ美味しそうやけど、なんかめっちゃ硬くて歯が持っていかれそうな名前やなって思うよね。お、パペットペッパーと上パペットペッパーゲット。パペットペッパー、なんか早口言葉で使えそう。パペットペッパー上パペットペッパー上パペットペッパー。あれ、真っ暗で何も見えない。みんなどこ行ったの？みんながその場を動かなければ大丈夫なんだと思う、こういうのは。じゃあ、はい、左を探そう。うわ、誰かいた？あ、バナナ。なんでこんなところに。あいな、 HP バナナを1本ゲット。そして落ちてたバナナを拾うやつ。どういうことなんだよ。仲間の方に行けよ、仲間の方に。またこの3人組か。この組み合わせ多いな、ここ。お、行けー！劇薬フラスコー！しばっ。いいぞ、いいぞ。どうだ？どやー。エクスプロージョン！ここの2人のこの連携ね。よきよき。筋肉痛になりそう。そんな言うほど、でも、まあなんかね、振るのも体力いりそうな感じする。はい、ミラさんレベルアップ。振りまくりよって、腕が筋肉痛はあるかな。ミートピアの料理を50種類集めよう。達成。めっちゃ集めたな。ね。50種類はやばい。はい、おはよう。じゃあ料理でお任せ。お、
いいぞいいぞ、2人も飛び上がったし、で両端の2人もまあ満足げやけん、よきよき。はい、そしてゲームコーナーでルーレット、ウールの猫が欲しいです。前回買いそびれた買いに行ったはずなのに HP バナナを買ってきた、くるみんのために。うおー、 HP アメ1個、違う、 MP アメ1個、 HP やりすぎか。ほい、それじゃあお小遣いで、はい、ここでキルト手袋、これはね全然猫もう関係ないんやけどねキルト手袋を買ってきた。料理をしだしますね。まあでも熱いものは平気になるんかな。って言っても溶岩っぽいキャラクターとか絶対無理やと思うけど燃えるー。ほい、それじゃあ、お、伸びた伸びた、行きます、行くかー。はあはあ言うの早すぎやろ。1、2、3、4、天候、テンション上げる儀式終わり。上がった上がったのか今ので。上がらない気がするんだけどただの天候じゃねえ。来たよ来たよ、マミーとコブラの組み合わせ多いな、ここその組み合わせ。お、私も手伝うよ、頼もしい、ライトニー、おー、いいね。どうだ、どんどんリミちゃんも魔法が強くなっていく、いい感じだわ。まだまだいける、いい宣言だね冒険ワクワク、ちょっと落ち着こうか。落ち着いてるよ、皆さんは十分。はい、580ゴールドゲット、頑張って進んでいきます。楽しいな、楽しく冒険ができるなんていいことじゃないか。お、2人揃って、わー、なんだなんだ、2人揃ってやってきてしまった。さあ頑張るか。じゃあここあとこの2人やったらまた別の場所にあれかな、のランプの魔人がおるということか。いけ、大丈夫か大丈夫か、剣、お、男らしい、盾の大魔王が身代わりに、まあ、盾の役割ってそういうことなんやろうけどそういうことなんやろうけど、かっこいい。お、いい格好させない、邪魔するのはいいけどやっつけてよ。お、改めて攻撃するようなことでもないけどなお、いいねいいね、お、軽やかに力を貸すよ、私の力も、リミちゃんは貸してくれないの結構粘るな、まあ、やっぱあれか、顔がついてる、街の人たちの顔がついてるぐらいだからやっぱ厳しいかしゃあ、いけ、くわー、仲良しか二人ともいつも一緒とか、仲良しかよ、心なしか女の子と男の子に見えるし、ちゃんと。あ、でもそっか、町の人的にもここは二人一組やったんかな、どうなんやろ、ちょっといまいちわからないけどめっちゃかばってくれるやん、かっこいいやつやなお、 MP 雨大事よ。さあみんなで協力し合って、5つがフォーク、よそ見しないで、避けて、はっ、くっ、呪い呪いよ。お、いいぞいいぞ、二人同時、毎度、
こんなところでまで商売根性が。わーい。かわいい。リミネたちの勝利。余裕だった。まあね、もう倒してしまえばね。そう、じゃあこれで褒めて褒めて、そうだね、褒めてあげて。あれ、行き止まりだ。もしかして迷子になっちゃった？あゆなよ。ピラミッドにある扉を調べよ。いきなりどうしたの？は、なぜかここにいると、お告げが聞こえるんだ。え？ピラミッドパワーってやつかな。何それ？ピラミッドにある不思議な力のこと。扉を調べれば、道が開けるであろう。え、でも、あと2個いるんよね。あと2個いるんやったらまだ揃ってなくない？え、揃った？ってないよね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。